ベレッタ m 9はアメリカ軍向けに調達されたベレッタ92回拳銃である。正式名称はピストルセミオートマティック9 m、mm、m m 9 1985年アメリカ軍の正式拳銃として採用された。m 9は1980年代に行われた M1911 の後継装備の選定の際、その他の多くの拳銃を破り、 また同様に高く評価されていたシグザウ LP226 にもわずかにコスト面で優れるとして採用に至った。正式な運用は1990年から始まった。一方、その他の拳銃、例えばシグザウ LP228 なども特別な用途のために少数調達された。m 9はアメリカ陸軍のフューチャーハンドガンシステムに基づいて、 更新される予定だったが、この計画は後に SOF コンバットピストルプログラムと統合され、ジョイントコンバットピストル計画に改編された。その後、JCP はコンバットピストルに解消され、拳銃の調達数は大幅に削減された。アメリカ陸軍、海軍、空軍、海兵隊では M9 をシグザウエル M17 及び M18 で更新している。 マガジンを取り外した M1911A1 及び初期型 M 級有力候補とされた10種類の拳銃。このうちベレッタ92回が米陸軍の 9mm 拳銃として選ばれた1970年代空軍を除くアメリカ全軍においては 45ACP 弾仕様の M1911 拳銃を採用していた空軍では 38スペシャル弾仕様の回転式拳銃が配備されており、同じ拳銃は一部の犯罪捜査担当部局や憲兵隊、空軍 ICBM 担当職員でも使われていた。また、戦闘地域で任務に就く、あるいは核兵器運用に携わる全軍の航空機上員にも配備されていた。その後、国防総省では5軍で配備する拳銃の統一を決定した。 主に地上戦に携わる軍手での大きな論争をマネータが老朽化した M1911 のフレームの交換品の調達を回避すること、ヨーロッパにおける対ソビエト連邦戦争の勃発を想定し、ナ豆標準拳銃弾による兵隊の簡素化を行うことを目的とした方針であると最終的には理解された。1979年、 ジョイントサービススモールアームスプログラムに基づいて M1911 拳銃の後継装備の検討が始まった。使用弾は NATO 標準化協定に準拠する QX19mm 弾とされた。1980年、コルト、スミスウェッソン、ワルサー、ステアー、ファブリックナショナル、ヘッケラコフホなどから提出された候補を破り、 ベレッタ製の 92S-1 が選ばれた。しかし、陸軍はこの結果に異議を唱え、陸軍主導の新たなテストが行われることとなった。1984年、S&W、ベレッタ、シグザウエル、H&K、ワルサー、ステアー、FN の製品が参加する新たなトライアルが行われ、再びベレッタが選ばれた。しかし、 1988年にはさらに、XM10 コンペに基づく二つの限定的なトライアルが行われた。この中で、設計の変更が行われたが、最終的にはやはりベレッタが選ばれた。拳銃の選定が始まった1979年、ホルスターメーカーのビアンキインターナショナル社は、磁気拳銃の採用に向けて、多機能な軍用拳銃ホルスターの設計に着手した。こうして、 ジョン・ビアンキとリチャード・ニコラスが手掛けたホルスターには M12 ホルスターという名称が与えられた。1985年、ベレッタ 92SF と共に採用され、長年にわたって全軍で使用されることとなる。発砲中の MQ。薬莢が排出されているフィールドストリッピングを行った MQMQ は、小トリコイル、半自動、シングルアクション。 ダブルアクション療養の拳銃で、一手の利き手に関わらず操作できる、リバーシブルマガジンリリースボタンを備え、球弾は15連発の複列式箱型弾層から行う。ホルスターには、ビアンキ製、M12 が用いられるが、その他のホルスターの使用例も多い。オリジナルの92回からの主な変更点として、次のようなものがある。スライド下部の溝に重なる形で配置された大型の、 ハンマーピンも変更点の一つである。これは銃が破損した際、スライドが後方に飛び出すのを防ぐデザインである。大量の発砲を行うテストの際、スライド破損が頻発したため追加された。その他、トリガーを引いていないと激震が動かなくなる、ファイアリングピンブロック、セーフティレバーが噛み合った状態では回転刺激発を防ぐストライカーなど、M9 は、 複数の内部安全装置を備えている。外部セーフティレバーは両手機器用で、いての利き手にかかわらず操作できる。2006年、MQ は MQA1 にアップデートされた。最も大きな変更点は、ライトやレーザーを取り付けるためのピカティニーレールが追加されたことである。その他、グリップ前後のチェッカリングがより深くなり、断層交換を容易にするため、 マグウェルに傾斜が加えられた。物理上着でコーティングされた断層とともに納品される。PVD 加工はイラク戦争とアフガニスタン戦争のような砂漠地域での運用時の耐久性を付与するために採用されたものである。MQA32015 年 MQ は MQA3 にアップデートされた。MQA3 で加えられた主な変更点は次のようなものである。また、 材料が改められたため MQA3 は製造時のコストの面で従来のモデルよりも優れている MQ22LR は22ロングライフル弾仕様のモデルで作動方式や操作方法、分解方法は MQ シリーズと同様である MQ22LR は10連発、15連発弾倉、着脱可能な照準機 MQ シリーズと互換性のある グリップパネルを備える。M 9としてアメリカ軍で広い配備が行われる以前、1987年の会計検査員の報告において、ベレッタ 92SB のスライド破損が原因で、海軍特殊戦部隊員が負傷したという問題が取り上げられ、その後行われた追加テストでも2件の破損が報告された。報告された事例には軍用及び民生用の ベレッタの双方が含まれ、いずれも大量の射撃を行った後に破損が起こっていた。その後の調査において、ベレッタ側はアメリカ軍が使用した弾薬が NATO で指定されたものよりも高圧で、これが原因であると報告した。一方、アメリカ陸軍ではイタリアで製造されたスライドに金属の人生不足があり、これが原因であると報告した。その後、M 級には、 スライド破損による負傷を防ぐための設計変更が加えられた。その後、こうしたスライドの破損は報告されていない。USS、ブルーリッジの艦上で M 9の射撃訓練を行う海兵隊印象下記の資格認定試験を受ける水兵 M 9は1985年以来アメリカ海軍、陸軍、 空軍の標準的なサイドアームであり、陸海軍の M1911A1、空軍の S&W38 スペシャル弾、使用リボルバーを更新した。M9A1 は、海兵隊で、限定的な配備が行われた。大部分の M9 及び、M9A1 は、2006年に発注されたものである。2009年のショットショーの際、ベレッタは5年以内に45万丁の M9、 MQA1 をアメリカ軍に供給する契約を2億2000万ベイドルで結んだ旨を発表した。ありがとうございます。